バレたところあえて見せることでさらにより良いものになっていく、直したものがまたさらに好きになっていくっていう、壊れた器や欠けてしまった器を修復している大脇京子です。ちょっと高いものでもお気に入りのものを購入して、もし壊れたとしても直して使っていけるっていう風な感じの流れになったら、環境的にも負荷はかからないだろうし、自分の気持ちもとても穏やかに楽しくなると思うんですね。なんかそういうのはとてもサステナブルじゃないかなと思います。例えばおばあちゃんが嫁入り道具として持ってきたものをここで直す、100年も200年も前に作られた器が巡り巡って私の手の中にあるっていうのを考えるとすごく感動的だなと思っています。チャレンジして失敗しても大丈夫なので、何にでもトライしてほしいです。